こんにちは、こんばんは。赤髪のともです。高級なマインクラフトとシェーダーとリソースパックを入れて遊んでいるわけですけれども、続きを撮影していきたいと思います。前回は、こんな感じでブロックがリアルに見えるよっていう風にね、ちょっと皆さんに紹介しました。相変わらず半端ないね。反射してるっていうのがすごいよな。こうやって見たら本当にこのひび割れ具合とか、前回のコメントでもあったんですけど、俺んちの風呂だとかってあったもんね。すごいよね。こういうのはなんかレイトレーシングっていう技術らしいですね。日本語では光線追跡法っていうコンピューターグラフィックスのレンダリング工程の一つらしいです。なんか、なんていうのかな、こういうふうに銀色だと分かりやすいんだけど、こう、鏡面な感じのものに対して他のブロックが反射するような技術をそういうふうに言うみたい。なので、こう置くと、赤くこう反射するこのダクトが今白いコンクリートが反射してるんだけど、こうやってやると赤く光が反射するっていうのがそのレイトレーシングっていう技術らしいです。まあ、すいません、多分間違ってるところも多々あるかと思うんですけど、コメント欄で詳しい方よければドヤ顔で補足してください。勉強させていただきます。でレイトレーシングなんだってさ。光がレイでトレーシングっていうのが追跡するっていう意味らしいですね。光をこう追跡するような手法のことをレイトレーシングっていうんだって。それが結構この最新のマインクラフト統合版でも、採用し始めてるらしいですね。で、パソコンのスペックすごいですかっていうコメントも結構あったんで、パソコンのスペックは、概要欄とかにしようかなに載せていきたいと思います。リアルだなぁ。で、今回はもうちょっと幅広く、ブロックを紹介していこうかなと思いまして、ちょっとワールドを読み込み直そうかなと思います。では、ちょっと新規のワールドに行きたいと思います。カット。はい、というわけで読み込み直して、この、リアルなマインクラフトの作者さんが公開されている、まあ、お試しにこのワールドで遊んでみてみたいなワールドに来ました。それがこんな感じ。じゃじゃん。うわー。なんじゃこりゃ。実写だね。すごい。これはあれか。海底神殿のランプか。シーランタン。すごいな。すごい。もうすごい実写ですね。で、シェーダーとかの設定は、作者さんのおすすめの設定に変えました。前回、ブロックっぽい雲があって、雲が四国っぽいのが逆に可愛いみたいなコメントもあったんだけど、作者さんはこういうような描画をおすすめとしてるみたい。眩しいな、太陽が。手で本当に覆いたくなっちゃうよな。ということで、いやーすごい。うわ、木がすごい。この作者さんのワールドちょっと拝見させていただこうかなと思います。木の感じが、おすすめしたい表現っぽいですね。っていうか、すでにここすごいな。なんだここ。よいしょ。すごい。はは、嘘。これ実写だよね。なんか映画のワンシーンでこういうシーンあるよね。なんか。いや、この中でやっぱりそのレイトレーシングっていう描画方法がすごい。光がちゃんとこうすごい。反射してる。あえて暗いところにすごいな、これ。なんか高級なヒカキンさんのお家とかこうなってるんじゃないのかな。すごいな。高級なお家って感じ。眩しいね。すごい。これ反射してるってすごいな。自分までは反射しないみたいだけど。へえ。実写だね、本当にこれ。前回のコメントで俺が何回実写って言ったか回数数えられちゃったからな。うわー、すごい。シフトでゆっくり歩いていくのがいいのかも。ちょっとね、メインの木の、部分、順路あるんだはちょっと最後に行こうかなと思う。ここに出てくるんだ。すごーい。でもここお気に、あれ違うか、あっちか。お気に入りなのあっちだな。こっちは何になってるんだ。うわー、すごい。これ黄色いブロックか何かかな。これ何のブロックだろう。コピー。あ、黄色のコンクリートか。こうなるんだ。これは灰色の、薄灰色のコンクリート。なんか、なんて言うんだろう。モデルルームに入っちゃったような感じ。うわー。おー。おー。あ、こっから SF 映画ゾーンだ。何これ。自分が映らないんだ。ちょっと悲しいな。これ何？え、これガラスブロック？あ、青緑色の色付きガラスはこうなるんだ。へえ、えい。どうなるの？これ、あ、ガラスの音がする。これは何だろう？ガラスなのかな？あ、そのがっつり反射してるな。ここら辺が反射してんのかな？自分が映らないけど、うん。鏡みたいな感じなのか、ちょっとへっこんだ。何これ？これ F1 がいいね。うわぁ、すごい。さすがこの、なんて言うんだろう。フルに、この世界を満喫できるマップになってるな。あ、これは普通にマインクラフトね。なんか、こういうの見るとほら、ね、マインクラフトでしょっていう感じ。あとは前回のコメントで、これをマインクラフトでやらなくてもいいんじゃないかっていうのもあったけど、でもマインクラフトであえてこれをやるっていうのが、空が反射してる、すごい。うわ、空が反射してる。あえてマインクラフトでやるっていうのが面白いよね。すんごいわ。うわ、反射してる。デザイナーズマンションの中庭っぽい感じがする。なあ、すごい。うわあ。うわあ。すごいな、この質感。ちょっと飛んじゃおうかな。こういう感じか。じゃあ、このなんか木のね、表現を、とにかくなんかこう、おすすめっていうか、頑張ったらしいんだよね。頑張ったらしいって勝手に言うと全部頑張ってるんだらしいんだけど。木の再現だけの一回テクスチャー、リソースパックを出されたこともあったみたいで。おお失礼。失礼しました。何これ？すご。え、木、すご。うわー、なんか木目がすごい。これ本当にマインクラフトか？いずれはここで建築したいですね。これ建築しよう。ぜひとも。うわー、すごい。うわー、眩しい。あ、でも木に日の光が当たってるの柔らかい感じがするな。うわー。すごい。なんだここ。はあ。ここから行ってみようかな。この階段の感じすごいけどな。ザッ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 と。うわー、すごい。実写だよ、これもう。何これ。こんなことになってるんだ。影がこうピカッと斜めに入って、西日なのかわかんないけど。はあ、すごいな。でもやっぱ何にもないっていうのは高級な感じがするんだな。家の中はいろいろ生活感で溢れてるけど、自分の家とか部屋も。何もないとこういうかっこいい感じになるんだ。おお。さすがおすすめっていうだけあるね、ここ。かなり見せ方とか工夫してるんだろうな。ここ下も続いてるんだ。うわー、すごい。あ、ここさっき来たところか。すごすぎて息を飲むってこんな感じ。なんか赤いライトがあるのかな。あ、ランプか。モデルルームに迷い込んじゃったみたい。あ、実写だね、これも。あ、なんかもうこれ、普通になんか、住宅展示場とか行くとこういうところあるよね。なんか、うん。はは、笑うしかない。もう実写だな、こりゃ。すげえ。はあ、リアルだね。わあ、やっぱすごいね。作者さんが推奨するワールドっていうのは。で、さらにちょっと新しいブロック、前回紹介しきれなかったブロックを紹介しようかなと思います。滑らかなクォーツかな。すごっ。滑らかなクォーツで空間を作ると中がもうすごい大理石のオフィスになるみたい。よし、この滑らかなクォーツでちょっとここに洞窟みたいのをちょっと作ってみました。で F1、 はい、これが滑らかなクォーツですね。 F1 で枠線を消して、うわで、こっからその洞窟入ってみたいと思います。あ、すごい滑らかなクォーツ、すげえなこれ。オフィス、大理石のオフィス、わー、すごいすぎょいって言ってしまった。もう真っ白でよく見えないけど、うわー、なんだこれ、うわー、すごいね。この作者さんが要求してるこの推奨の設定がちょっとやっぱりこのパソコンでも重いみたい。まあ3年か4年くらい前に買ったパソコン、当時モンスタースペックって言われてたけど、まあ3、4年経てば新しいのは出ちゃうよね。っていうかこの右のその木の描写すごくない？うわー、すごっ。ぜひ建築したいな。なんだろうな。和風建築いいんじゃないですかってコメントもあったけど、これは和風は合わない気がするんだよね。なんか、コメントもあったんですけど、オフィス的なのが作るのが良さそうですね。大理石のこれ受付ロビーに使いたいですね。なんだこれ、すごい。うわぁ。なにこれ。なんか、褒める言葉の意味で、すごすぎて気持ちが悪いってこういう感じなんだろうな。すさまじい。はあ。ネザークォーツやるね。さて、さらに、前回紹介し損ねたアイテムも今回紹介したいと思います。これがペロッと、金リンゴやば。金リンゴすさまじいことになってるな、これ。金じゃん。これがレイトレ、なんかちょっとぼやーっと光の跡になっちゃってるのが、ちょっとこっちのパソコンで処理が追いつかない感じなのかな。うん。ちょっとぼやーんとしちゃいますね。けど、光の反射がやばい。本当に金のリンゴだ。これ食べられないね。歯が折れちゃうね。金の剣も変わってる。金の剣も変わってんの？金の剣も変わってんじゃん。これ金の剣変わってんの？うわっ！ほんとだ。金の剣変わってる。ほら。うわ、金の剣すげえ。切れ味悪そうだけど。切れ味悪そうだけどな。ともちゃん剣だ、これ。ともちゃん剣。金の剣の反射すごいですね。これ、これってあれかな。木のところ行けば木が反射すんのかな。あ、待って。金の剣は自分が反射してる。ほら。左に赤髪の友のスキンが、剣の峰の部分かな、刀身に反射してる。あ、じゃあ反射するんだ、これ。あ、反射してる、反射してる。木が反射してる、ほら。右の剣に木が反射してるもん。うわ、すごい。レイトレーシングって、すごい。ちょっと冒頭にレイトレーシングの説明をしたんですけど、多分間違ってるような気がするんで、ちょっと詳しい方はぜひ本当に勉強させてください。コメント欄で補足お願いします。すごいな。で、レンガブロックも変わってるんだって。ああ、もう本物のレンガに近い感じなんだね。うわー、すごい。カズさんとかちょっと前に実写動画でやってたよね。これで花壇とか。レンガ自分で組んでやってたよね。うわー、すごいね。すげえ。うわー、すごい。実写だよ、これ。で、その流れで多分階段ブロックと、レンガの柵とかもこういう感じで、で、半ブロックとかもこういう感じなのか。へえ。日が当たったところが柔らかい雰囲気になるんだな。うわー、すごい。実写だ、こりゃ。で、あとはこれ。ブックシェルフ、つまり本棚。うわはっはっは、すごい本棚が前回の本棚と全然違う。何これ、あそこ透けてる、ほら。向こう側が透過されてる。すげえ。うわ。ちゃんと字が書いてある。ネタとか書いてあるのかな。なんか英語がわかんないけど日本語に翻訳するとよくここまで読んだなとか、なんかネタとか書いてあったりするのかな。ユニバーサル歴史コン。何これ。やば、なんだこれ。で、これがエンチャントテーブル。うちマジ本がリアル。本にちゃんと書いてある。ペラ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 ってめくられてる。ちょっとさすがに描画が、これそういう描画にしちゃってるのかな。光がこうぼやかすような描画にオンになっちゃってるのかな。すごっ。すごっ。このエンチャントブックすご。すご。やば。あ、本から吸収される時のエフェクトってどういうエフェクトになるんだろう。こうやっておくといっぱい文字。あ、それは別に普通なのかな。あ、それはドットだね。さすがにこのエフェクトはドットっぽいですね。吸収される本のエフェクトは。あ、もう本棚だね。図書館かなりリアルにできそうな感じ。本すげえな、これ。こんな持ってるとこんな風になるんだ。持ってるとこんなことになるんだ。でかい。持ってるとでかいことになっちゃうんだね。本棚は。したら、これは対応してないブロックとかは、まあただ普通に土とかになっちゃうんだよね。でもまあ本当になんかマイクラを感じれるな。これはこれですごい。何この違和感。あ、マインクラフトだったんだって帰ってくる感じ、気持ちが。したらなんか多くの葉っぱとかも違うんだって。うわ、すごい。あ、すごいね。こうブロックの垣根越えちゃうっていうのすごいね。普通になんか庭っぽいのができた。へえ、すごい。うわ、これは次のパートは建築にしたいですね。なんじゃこりゃ。なんかもっとこう設定変えた方がいいよとかってシェーダーの設定とか知ってる人いたら、ツイッターのゲームアカウントの方にリプライもらえると反映させていただくので教えてもらえればと思います。本棚すげえ。これびっくりした。本棚は一回切ってみる。これ一回切りますよ。シェーダーをどの視点で切る？この視点で切ってみようか。これでエンチャントテーブルも映った方がいいか。じゃあこの感じでシェーダーを消します。せーの。やっぱシェーダーってすごいんだな。まあ、リアルな感じにはなってる。うん、シェーダーないけど。で、さらにリソースパックも切ります。せーの。マインクラフトに帰ってきた。マインクラフトに帰ってきた。シェーダーもすごいし、リソースパックもすごいんだ。え、嘘、今までこんな土ブロックと葉っぱブロックを見て感動してたの？え、こんなレンガただ並べただけで感動してたの？本棚ただぐるっと置いただけだよ。そこに感動してたの？マインクラフトだ。マイクラじゃん。別に、ただなんてことない。ただ木のブロックの階段だよ、これなんか。帰ってきた、マインクラフトに。最初に見てたシーランタンもこれ？あの感動した風景ってここだったの？もう一回このまんま付け直してみるか。これぐらい書くのがいいかな。いきますよ。付け直しますよ、これで。じゃあ今度は逆にシェーダーから入れてみるか。入った、入った。うん。やっぱシェーダーでグッとリアルになるんだな。影がこうできるし。眩しい感じがここで。で、さらにリアルなリソースパックを入れてみます。うわー、すごい。帰ってきた、さっきの世界に。何これ。リソースパックとシェーダーの凄まじい威力。何作ろっかな。このマインクラフトで作るとすごそうなやつ、ぜひコメント欄で書いてください。それ書いてくれて、それいいねって思ったやつでちょっと頑張ろうかなと思います。ほら、わかるかな？反射してるの、ここほら、このバツのところにあっちの光が反射してるの。これがレイトレーシングなんだそうです。へえ、他にもいろいろなところでそうあるんだろうけど、わかりやすいところで言うと、こう反射してるっていうのが、レイトレーシングっていう機能のところらしいです。間違ってたらそれも補足してください。いやー、すごい。なので、オフィスとかかな。なんかこの、高級マイクラで作ると、すごそうなやつ、お題いただければなと思います。うわー、すごい。今回も感動しっぱなしだった。では、次回は、じゃあちょっと建築の方を挑戦してみようかなと思います。うん。やっぱこのマイクラのスキンが浮くよね。こんなリアルな世界だと。これやっぱマインクラフトの世界だったんだってなっちゃうな。金の剣の反射もすごいし。すごい。では今回はここら辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1。こんにちは、こんばんは。赤髪。こんにちは、こんばんは。赤髪のと、こんにちは、こんばんは。赤髪の友です。ね、なんかおかしいかな。こんにちは、こんばんは。赤髪の友です。前回の高級なマインクラフトを、違うか。